お疲れです。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今回ちょっとこのお二方すごい人たちなんですよ。いやびっくりですね本当に。マジで本当。某スーパーゼネコンのお偉いさんと、はい、その監督さん、まあ、そのお二方を呼んで、はい、まあ、今日社長を懲らしめようということで。どういうことですか。懲らしめようということで、はい、ただこのお二方は別にお偉いさんでもないし、はい、監督でもないんですよ、はい、そういう体で、はい、まあ、一応会社に電話してまあ何々ですけどっていう、はい、まあ、ちょうどまあその YouTube とかを見てまあぜひ御社に仕事をお見積もりからちょっとお願いしたいなっていうことで、はい、会社に連絡入れたら、はい、なんと、はい、ゼニの亡者が食いつきまして、はい、3時に社長とアポ取ってるんですよ。取ってます。まあまあもう3時過ぎとんだけど。過ぎてます。なんだかんだ言って、はい、まあ今回ちょっとね社長とアポ取れたってことで、はい、まあ、ちょっとお二方に行ってもらって、まあ見積もり、まあ一番初めそうなんで、その見積もりっていうのをこうもらってで、はい、まあ、そこから判断するんだけど、数量を拾ったやつを、まあ、金額だけ伏せて、はい、まあ、これどうできるみたいな、はいはい、のをお二方にやってもらって、はい、また次後日会社の方に来てもらってお二方に、はい、でまあそこでネタバラシするんだけど、まあ、社長がどんな感じかっていうのね。そうですね。って言ってもすげえ低姿勢だからね。あ、マジで見たことないですねそれ。見たことないでしょ。見たことないです。逆にみんなに見捨てられたいその低姿勢さを感じ。って言ってもあの人結構遅刻嫌いだから、本当に大嫌いだからめちゃくちゃ怒りますもんね。って言って遅れてますもんね。そうって言って遅れてるけどのんきに動画撮ってますね。そうそう、のんきに動画撮ってるんですけど、どうですか、いけますか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。大丈夫ですか。本当に大丈夫ですか。はい、大丈夫です。もう多分モザイクかっとって分からんすけど、見た感じ本当にもう役なんかお偉いさんと監督みたいな感じですからね。オーラ半端ないです。オーラ半端ないです。はい、ではじゃあちょっと社長の方に行ってもよろしいですか。はいはい、騙しに行きたいと思います。はい、よろしく。よろしくお願いします。お願いします。あらら、深刻さ騙しです。そう、反射しまくってる。反射しまくって何も見えない。あ、こっち、あ、来た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 。ね、ペコッとしましたね。はじめし、ペコリペコリペコリ、3ペコリ、4ペコリ、5ペコリ、これ6ペコリしてるから、6ペコリ6ペコリ、6ペコリ初めて見ましたよ。社長の6ペコリはな、 1ペコリもないですもん、見たことないだろう。まあまあ、ペコペコだった今。6ペコもするんですか。6ペコするんだ。俺も言っても、大手だっても3ペコぐらいしか死んだな。でも、もう完璧、もう本当打ち合わせだよね、仕事の。いや、初めて見ますね、あんな。めちゃくちゃさ、スーツ着てさ、バチッとしてるやん。はい。だけどこれがさ、なんていうの、全く別に全く関係ない人ってことは知らないんでね。知る由もないんだよね。ドリンクバスかね。あ、多分なんか取ってきたんだね。あ、一回違いました。なんだ、なんだあれ。あ、メニュー。あ、頼んどんだ。頼んでますね。そういうこと。なんで取ってるんですかね。これ、これがやっぱ、あれなんだな、12億やってる経営者。こういう形なんだな。すげえペコペコしてるやん。あんな見たことねえよ普通に。いや、真っ白やさ、何だったんだよ。どこ行きました。どこ行った。まずどこ行った。あ、ドリンクバーの方っすね。トイレじゃない。緊張してんこっち行ったら。でもさ、真っ白だぞ。お偉いさんの方だったら分かるけどさ、はい、もう一人で言ってさ、結構若い感じだったじゃん。はいはい、はい、それにも社長ペコペコしとったよね。してましたね。ってことはもう一つ俺らにもペコペコしてもらわなかったんだよ。お、ドリンクバスね。ドリンクバス、あ、そっか、セリフだもん。てか、なんか笑ってますよ。笑ったりも。マスク越しに分かるの、笑ってるとか。いや、目が笑ってます。そういうこと。なんでいつも遅刻したら目が釣り上がるじゃん。そうっすよね。なんか目が釣り上がる、ニコニコしてる。あ、あ、マスク外した。あ、社長だ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 。うわ、なんか、うわ、顔がガチですね。なんか、まあ、本当の普通のガチな話してるだろ。でも笑ったろ。あんだけでも遅刻したのに。内心イラッときてるんですかね。多分イラッときてると思うよ。まあ多分でかい仕事のその見積もりの話をしたもんで、はい、多分そこに食いついとんだよ。あ、そういうことですか。さすが手に飲もうじゃん。知らないんだよな社長。知らないですね。全く関係ない人なんだよっていうのは。ほんと某スーパーセーコのお偉いさんと監督だと思ってんだよ。ど素人中のど素人。そうね。間違いねえな。
さっきちょっと喋ったんですけど、うん、左にしとなんか車関係の仕事って。そうそうそう、全然そういや、右の人も喋ったら、あ、なんか言ってました。あの、一応内装屋さんやっとったんです。あ、そうなんですか。じゃあある程度分かるんですか。まあまあ、いや、全然ですさっき一応、あの、あれだけどね、いろいろ足元勉強させてたけど。そうですね。あ、でも今資料出してるね。あ、出しましたね。さっき俺らが作ったやつ出してるね俺が作ったやつ、うち絶対できんねんな社長なんていうか分からんけど多分俺がそれ絶対できるっていうんだ。ああ、そういうことですか。社長絶対できるっていう。ああ、そういうことですか。うん、じゃあいい、儲からんでもいいからとりあえずやれって言うで、一生懸命やって儲けるだから。さっきミッチーさんが作ってたじゃないですか。うん、それがうちの技術じゃできないってことですか。今うちの技術が材料が全然違うからね。 あ、そういうことですか。材料が全然違うから。あ、あ、見てる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 、あれ資料見てるわ。全然できます、全然できますよちょっと俺アフレコしていい、はい、全然できますよ。あ、もう全然こんなうちのが得意なんで、本当に得意中の得意ですよ。あ、スーパーゼロがめっちゃやってますねめっちゃ、でもこれとこれですよね、まあこれもうちょっと金額叩けるんじゃないですかとか言ってなんかそういうこと多分言ってると思う。結構長いこと喋っとるよな。長いですね。7 8 9 ペコペコしすぎだ9 10 11 12 13 14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 
してきて、はい、最初6ペコリして、はい、からの14ペコリだからね、はい、やっぱ社長って偶数好きだよね。ちょうど合わせて20になるで。あ、そういうことですね。そういうことだ。どうでした社長。結構気使ってもらってたんですけど、はい、何言っとるかよう分かんなかったんですよ。ちなみになんですけど、建設業の方ですか。車関係です。車関係全く関係ない。どうですか社長、どうでした。もうずっと気使ってもらってて、はい、でもペコペコしてて、はい、全然分かんなかったんで。何言ってるか分かんない。早口ですよね結構。そうですね、めちゃくちゃ早口ですよね。初対面ならなおさら、ね、なおさら多分僕らでももう多分3年ぐらいかかりますからね、あれ熟知するのに。3年ぐらいかかるね。で、ちなみに、毎食は建設業ですか。全然違います。あ、全然違う。もう、ど素人ですからね、建設業に関しては。で、ね、え、できるって言ってました。はい、できる頑張りますと言われてました。絶対に無理だよ。できんでしょ、俺が見積もり作ったのも分かるもんね。1万平米の次世代の。そうですね。できないよ。じゃあ、1週間後いいですかね、また。はい。お願いして。はい。じゃあ、また、お家だって。会社まで送ってきますんで、はいはい、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。ちなみに小話なんですけど、はい、今日 たまたまなんか社長が打ち合わせみたいな、はい、なってるじゃないですか、うん、今日社長ジムの日なんですよ。スポーツジム毎週行ってるじゃないですか。その日にちょうどあ当ててやったんですよ。ああ、そういうことね。ちょっと秒で OK っていう。だけど全くど素人の方たちだから。仕事のことじゃないからね。休みゾーンですね。休みゾーン。ではまあちょっと1週間に飛んでみましょうか。はい、はい、で1週間後までワーフおるかな社長。いますよ多分。あれ今日って言ってるんですよね。今日って言ってるでしょ。でいなかったら。いなかったら多分お疲れちゃんですよ。お疲れちゃんです。今社長いますんで、はい、ぜひね、前回ガストの時ジムの時間奪ったったろ。奪ってありました。まあ今回ちょっと今からネタバラしていきますんで、はい、ぜひ一緒にちょっと入っていきましょうか。はい、じゃあ行こうか。どんな顔するんだろうな。なんとか建設ですとか言って。俺も一緒に入ってきてないだろ。そうですね、僕も入ってきます。じゃあ行ってきましょうか。じゃあ行ってみよう。お疲れ様です。ちょ、なんでかな。今日打ち合わせですよね。あ、今日打ち合わせですよね。ちょ、危ない、それ買います。ええ打ち合わせです。あの、です。ですねえだよ。どういうこと。え、前回のですか。はい、一緒でしょ。前回前回の、
あのどういうことガスト ガストありますよね。あ、じゃあ知ってみよう。僕全部数えたんですよ。全然20回ぐらい頭下げてましたよ。じゃあ持ったのこれ。あそこ目の前にしてるカメラ。じゃあ貼ってくださいね。スリッパーがねえよ。表現した表現した。めっちゃペコペコしょったやん。めっちゃペコペコした。嘘。じゃあ何どういうことどういうこと。はい、全然でも何でもないですよ。一般人ですよ。まあ、俺の頭下げたのかな。まあ、頭下げろよ。株価と頭下げた。あ、そういうことです。そう。え、どういうこと。名刺もらいましたね、名刺。名刺もらった。いや、俺仕事くれるって言ったもんね、お前。はい、怪しいと思ったんだ、前もらった。こんな働いとんかな。確かになんかちょっとおかしいな。どういうか、お前も。いや、監督って言ったのはちょっと僕失敗したんですね。役を確認したんですよ。いや、監督の感じ出てなかったんですよ。ほとんど黙っとったぞ。一番貫禄あるのこの店ですか。貫禄あるけど、えらい今日黙っとるじゃないですか。あ、えらい今日黙っとるじゃないですか。これ、ガソリンしょったじゃないですか。こうやってパカーンってやつで、今日はつって、仕事しんかみたいな顔しとったよ。あ、大成建設みたいな。何もしようと思ってないですよ。どういうこと。お前が段取りしたの。はい、誰が段取りした。誰が段取りした。全部リリちゃんです。嘘つくな、前だろ。そう、なんだそれ、マジで。全部何度にして、名刺まで作ってましたもんね。でも、あの名刺見ました。久々のドッキリだな。犬生って何。犬生って何。犬生って何。あ、どれ。ちょっと見てください。小さい犬生。そういうこと。犬生。本当は犬のマークになってるじゃん。はい、犬生犬生。全然気づかなかった。先入観ってやつです。先入観ね。名前はブランドネームで。もう本当に嫌でしょ。ちょっとマジで。ちょっとお前だってグラッター2000万円も3000万円でしょ。だからあれ、そうですね、しかも名義取れるの強いじゃん。大学って握れてるし。なんてやよ、ほんと忙しいのにお前。いや、夢ですね。何の夢。僕らのす。どういうこと。それスーパーセーブに入ってくる。チャンス。チャンス。お前仕事のことでやんな。ドッキリいいけど、もう好きなだけ俺んちやって、もう合同でもなんでもやったらいいけど。はい、仕事のことでやめろよ、お前ら。はい、はい、じゃあ、閉めてもいいですか。閉めてもいいけど、別にいいですか。閉めても番宣、番宣いらないですか。番宣して、番宣して。はい、今あの、求人道場でですね、あ、まあ、求人道場で上がってくるの、今建設業専門だったっけ。はい、もう求人道場に多分出てくるんじゃないか。あ、出てきます。まあ、インディーだったらちょっと被っちゃうとかあるけど、はい、で今求人道場で、まあ、そのマッチングね。マッチングですね。ですね。はい、求人のマッチング超前にたくさんだよ、俺言うわ。まあ、どうせもうここら辺で離脱しようだろう、みんな。マッチングビジネスって、はい、だから求職者と、まあ、はい、建設会社だな。はい、まあ、今無料でやれるんで、求人道場、はい、建設業専門家の建設会社が出るのかな。はい、あともう一個、その外気塗装のマッチングも今やり始めたんで、あの塗装職人さんね、あのぜひ登録してください。で、外気塗装のなんだろう、なんかで、まあ、URL 貼ったんだろう。貼ってあります、うん、またそっちの方もぜひやってください。はい、あ、疲れた、頭痛いわ。はい、よし、じゃあぜひいいねとチャンネル登録とコメントね、よろしくです。また見て。帰れ。シュー。技術会社じゃないやつは帰れ。帰れ。